見るわけねえだろ。もうね、処刑殺しなのよ僕の動画は。ここだけの話言っていいかな、僕の動画って最初の30秒で 20% の方がブラウザバックしてるからね。いやマジデータ的にそう出てるんだよね。最初の20秒って言ったらほぼオープニングだよ。だからオープニングでほぼみんなブラウザバックしてるみたいな。だからもうオープニングやめたいと思います。それじゃあ本編入っていきましょう。どうもブラウザバックキングです。今日もトロールコースト一発バリをやっていきますか。で今日のトロールコース、So many new way to トロールカールということで、あのカールっていうのは分かんないんだけど、非常に多くの騙し方っていうことになるんかな。でサムネが42って書いてるじゃん。だから42個の罠が仕掛けられてるみたいな、多分そんな感じなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.42%。 いやでもさ、もし42個の罠があるんだったら逆に全部調べていきたいよね。まあわざと引っ掛けるとこはね、そういうことはしないんですよ僕。たまにそういうことするけど。あっちどうなってんのかなみたいな。そして最初の鍵怪しすぎんだろ。あれ取っていいのかな。隠しブロックがないみたいだ。一旦取ってみるか。開幕たまー。いや悔しいね。どうにかして取れないかな。ここでちくわブロック落とした瞬間にこの鍵を取る。そしたらいけないよ。ビビ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 右のオンオフだ。だからこっから走るよ。オフ。うまい具合に足場隠してんな。じゃあ右でピンポンって言われたから多分こっちで合ってると思うんだよね。で左は、あ左はなんもないのか。一応パウはね発動してくれるんだけど、オンオフをしとかなきゃいけないみたいな。あやっぱりそういう感じだね。そしてこのまま下に行きましょう。マリスネオスネオくん、僕は今びっくりしてしまったけど、今度こそ連れて行ってよね。次の陸地にちゃんとこの線の通りに進んでくれるのかい。スネオくん、僕は信用してるよ。止まるな止まるなスネオくん。あいつも思うんだけどさ、うわっていうやつがあるじゃん。あれ実況として雑すぎないか。それなりにね僕喋れるつもりなんですよ、いろいろと。そん中でなぜうわを選んでしまったんだろうね。じゃあここは左と右どっちだろうね。一番右も砲台がある感じか。真ん中が絶対移動してくると思うんだよな。で上にスターがあるじゃん。絶対あっちに連れて行かれるんだよ。うわほらやっぱりね、分かってないよこれは。合ってんじゃないこれ。ほらほら左さスター入れて入ってる。どけどけお前ら、なんだてめえ。あなんかさ、今日喉がめちゃ不調なんだよね。まあ痛いとかそういうのじゃないんだけど、常にタンが詰まってるみたいな、そんな感じなんだよね。カルピスとかさ飲んだ時タンが詰まった感じになんない。常にその状態が続いてるみたいな。だからごめんね今日不快な声を届けてしまったら。誰がいつも不快な声しか届けてないでした。出てこいってやつ。まあいつもイケボしか出てないんだけどね僕は。ここいけないと思っているのか僕が。こんな3マス飛びぐらい一発マリオで過去これまで何度もやってきたよ。見ててみんな、これ絶対に行ってみせるから。ウソピャーン。もういいわかんないことをするのやめとけってビオキング。そろそろ視聴者さんから怒られるよ。いつも動画で嘘ばっかついてみんなを騙しまくってるけど、いやでもみんなマジで分かってほしい。僕トロールコースでさいつも騙されまくってるじゃん。だからみんなを騙したいの。意味わかんねえんだよ、なんだその理屈は。さあそろそろ中間ポイントあってほしい頃ですけれども、あったね。あぶねえ、あのバブル出てくるのがちょっと早かったみたいだね。そして上に土管がいっぱいあるけど絶対中間ポイント戻しあるよ。そしてこのクッパクラン乗っていいのかい。一旦乗ってみる。愛が熱すぎる。大体分かった分かった。いやマジでフラグじゃないよ。このコースって約3年前って古いんだけど、古いコースって怪しい場所に行けば意外と正解率が高いのよ。だから今後怪しい方向に行けばいいんじゃないかなと思います。ここは何もしないでいい。オッケー。右下の、いや左上の方が怪しいな。だからこっちが正解。じゃあ右に行こう。こっちに降りればいいんでしょ。もうそこフラグ。あもう隠すのはずるいってやめてくれよそういうの。さてそろそろ本気を出すとしますか。なんかいない、ミスしまくってそろそろ本気でやろうかなっていう人。じゃあここは恋の通りちゃんと進んでいいのか。絶対に何も来るな、絶対に何も来るなよ。
なんか来いよ。なんか音符ブロックがあったよね。あの音符ブロックを踏めってことかな。なんかこの辺にあったんだけど、あ、これツタなんだ。なるほど。そして右のデカキノコを取っていけっていうことなんかな。これ絶対取ったらいけんやろ。いや、どうしよう。取っていいの？いや、めちゃめちゃ効いてんない、このデカキノコ。ちょっと取ってっていい？ふざけるな。なんか最近さ、トロールコースがめちゃめちゃ楽しいわ。いや違うんだって。なんでこんなしょうもねえミスをしたんだ。そしてさ、なんでだろうね、ここジャンプして取りたくなっちゃうのって。絶対にいけんの七不思議だよ。じゃあここはジャンプしてブロックを壊していく。でチビになっていいのかい。あのオンオフも怪しいな。オンオフした瞬間右にダッシュしようか。あー、絶対しない方がいいと思う。一旦右まで行ってみる。あ、これ下が合ってんじゃない。多分下だよ。こっちが正解だ。ほら合ってる。そしてスネ夫くん、え、なんか分かれてる。分かる。わっわっわっしょい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 。あれね、なんか僕ってこんなに壊れてたっけ。どうせ右の扉入ってくれってコメントで言うんだろ。分かってる分かってる。じゃあ右の扉入っていこうか。いらんそういうのは。この先のスネークブロック左の方に乗れっていうことだったんかな。そしたら危ねえ。このスネークブロック、え、ちゃんと行ってくれる。オッケーオッケーオッケー。で、どこで止まる。そこで止まるんだね。で、右下ガリガリなかったっけ。見えなかったよ。オッケー、チューポイントが見えたね。ダッシュで行こうか。あの風は乗ってしまうのかな。乗ったら絶対ダメだよな。だから走っていくのが正解。そうくらい分かってんだよ。やったぜ。うわ、あのハテナすげえ気になる。いや、さっき取っておけばよかったな。後で取ろうか。どうせやられてくると思うから。で、この砲台挟んでくるんじゃないのか。何もしてくるな。ナイス。じゃあこのドアに入って、うわーい。じゃあここのハテナ叩いてみようか。魚とかかな。今日さも魚見ないの。あ、コインか。絶対アイテムではないと思ってた。まあちょっと期待してしまったよ。アイテムなんじゃないかなって。じゃあこの扉入った瞬間右を失敗だったの。右を失敗、右を失敗。なんで場所が違うの。チェックポイント1って書いてあった。いやー、実況の邪魔すんだ。実況の邪魔すんだって何。そういうコースをやってんだよお前は、ピオキング。で、今戻ってきたんだけど、これは右を失敗でいいのかな。どうなんだろうね。うわ、右を失敗してしくったらさ、また中間ポイントでしょ。じゃあ僕は何もしない。じゃあ次こそ何もしないでいいよな。一回やられたからさ、そんでここのブロックを壊せという感じか。で、この土管に、あー、ここで繋がってんのね。え、じゃあさ、さっきの扉とこの扉は違うんだろうな。ただチェックポイントを取ったことによって違うってちょっとよくわかんないんだけど、今度こそ魚なんじゃないのか。いや、これはどうなんだ。隠しブロックがあって取れないとかそういうことか。あ、取れるじゃん。え、取っていいのこれ。いや、このハテナなんかめっちゃ気になるね。で、ここで一旦ボム兵を踏んで、ボムちゃん。じゃあさ、トゲゾウ取んなってこと。いや、でも取らなきゃ無理だよな。これなんだろう、花。でもこれ取れるんじゃない。いいところで当たってんだろうな。これギリジャンして取れないかな。あら、トゲゾウを取るところまでは合ってる。そんでブロック壊すでしょ。あ、左上のトゲゾウに当たってここで右に隠れておけっていうことなんじゃない。今左上のトゲゾウって言わなかった。あ、トゲもトゲゾウも一緒みたいなもんだよね。さあ、ここのキノコ地帯を渡って、フラワーは取らない方がいい。怪しすぎんだろあのフラワー。だから僕はこのチビ状態のまんまで先に進むよ。だから言ったじゃん、僕取った方がいいって。みんなが取らない方がいいって言うから僕取らなかったんだよ。って人のせいにするやつうざくない。じゃあ僕はこのフラワーを取っていきたいと思います。そしてここの花を倒し、いや倒しすぎたら、いやちょっと待ってね、このドアもしかして。見た、この賢すぎる僕を見た。みんなもっと見て。いや絶対あそこバーがあると思ったんだよな。怪しすぎるもん。そしてここでジャッカルーン。じゃあこのままチビになっていけっていうことか。そしてあのハテナブロック叩いていいのか。今ちょっと噛みそうだったね。いやこのパネ絶対ここに来ると思う。だから走って叩いてみていい。今度走って叩く。やべ、このままもうゴールまで行っちゃおうぜ。ゴーイング、あ、なんだ、ゴーイン、ザ、レッドパイプ、赤い土管に入れっていうことね。ここなんかあるの。え、なに、赤い土管、赤い土管どれ。赤い土管がわかんないよ。一番左は違う。で、多分ここだ。これが赤い土管だ、そうだろう。あ、いや、待って、やめて。いやまだ
だ。まだこっからゴールっていう可能性が。やだー。いや本当にすごいシンプルなんだけど、めちゃめちゃ面白かったね。このコースとても3年以上前のコースとは思えなかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ミックスナッツ40秒演奏×スピードランということで、いやミックスナッツって言ったらスパイファミリーのオープニングの主題歌なんだけど、これ僕めちゃめちゃ好きなんだよね。スパイファミリー見た方いるかな、めっちゃ面白いよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 4.08%。 そんでこれ演奏コースなんで僕黙りたいと思いません。演奏コースでもうるさく騒がしくやっていきたいと思います。みんなごめんね、ちゃんと音量だけは上げとくから。でどっから演奏なんだろうな。あ、こっからか。あ、しかもサビからだね。いやこれめちゃめちゃうまいな、再現力超高い。クリア率 4% だったらね、意外と早めにクリアできると思うんだけど、うん、次はぎただけの周りを何度やられても立ち上がる、本音はキスしたいだけ。意外と綺麗に替え歌できてんだ。で次はどっから演奏、あこっからか、スタミの途中からっていう感じだね。うわー、いやーこのコースの再現力めちゃめちゃすごいな。周りよ鼻じゃなく口にしてよ、キスはクマじゃない、僕はピチとしないんだ、でもあなたでもいい。キモすぎやろこの実況。なりゆき任せの僕の実況、誰か早く止めてよ、僕が壊れちゃう前に来る前に、早くしないと僕はさらに壊れてゆく。はい、それじゃあ次のコースはこのコース1の2ということで、まあ知らない方に簡単に説明すると、初代のスーパーマリオブラザーズの1の2を改造したコースですね。でこれ1回だけやってしまったんだけど、めちゃめちゃ難しそうなのよ。でこれやった時さ、僕音楽をつけてなくってやってたんだけど、タグに音楽って書いてたじゃん、だから何かしらの音楽が鳴ると思うんだよね。でオートスクロールなのよこれ。あ、マリオの音楽なのか、なるほどね。いやちょっとオートスクロールがめちゃめちゃ速い。いや普通の1の2をさ早くオートスクロールするだけでも難しそうなのに、結構魔改造されてるね。これアイテムとかないのか。そしてここでオンオンして亀の甲羅を踏んでいく。邪魔するな、どっかに行こうか。これはすごい面白い。そんで難しいね、やっぱり早めに行かなくちゃいけないっていうことなんじゃない。だからのこのこ踏んで右にジャンプ、そしてここでオンオンすればいいのか。でここのクリボーはバラバラしてんじゃねー。めちゃめちゃ早く行かなきゃいけないんだろうな。だからコースの先端に行く勢いでさっさと行っちゃおう。でここはオンした瞬間もう常に右を失敗、これでクリボーは踏めたね、オッケー。そして次はクリボーはワンツースリーからの大開脚。余裕があんな。そしてプラパ邪魔するな、お前は。あだー。まあでも行けそうな気するわ。このリフト地帯さえ越えればゴールがあるんじゃないかな。多分そうだと思うんだけど、そうじゃなかったらめちゃめちゃきついよ。さあこのブラパ4体も超えていく。やっぱりゴールか。でもこれ何。この鍵は何。え、鍵とかあった、土管は。あ、入れないか。え、鍵とか手に入れるところなかったよな。まあ、いや、ゴールしよう。これはナイスアイディアの1の2だったね。すごく楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。